ハイランディアは、岡野雄二のライトノベルシリーズ、集英社スーパーファンタジー文庫館。イラストは3巻まで、安住ルが担当し、同志の体調不良のため、4巻以降は、内田美奈子に交代した。12巻まで刊行されていたが、スーパーファンタジー文庫の休巻に伴い、未完のまま終了した。未完の件に関しては、岡野自身が明らかにできない事情がある。 中途半端に幕引きを図るより、すっぱり未完としたいとだけ語っている。高校生の桜井亮は、父親が借金を抱えたまま蒸発してしまい、高校は自主退学、彼女にも振られるという災難に見舞われる。友人のマンションに転がり込むも、レンタルビデオを返却しに行く途中で、トラックにはねられてしまい、気がつけば異世界、ハイランディアにいた。森で出会った賢者モーリンに、 アークのシ小ナル、生物の話を聞いたりは、それを見つけ出せば、故郷に帰れるかもしれないと考え、探検の旅に出ることを決意する。しかし、ハイランディアには、ヘビの民と呼ばれる、古代の邪教集団が暗躍しており、世界に戦乱を呼び込もうとしていたのだった。りが迷い込んだ世界に名前はなく、ただ、世界とだけ呼ばれる。ハイランディアとは、この世界における、 唯一の大陸の名前である、ありがとうございます。